けましておめでとうございます。理事長の上野でございます。昨年は日本は大きな転機を迎えました。あ、いえ、というよりもあの未曾有の経験を日本にとって是が非とも転機にしなければと思いを強めているところです。私自身にとっても転機がございました。大学を退職し、湾の理事長を引き受けし、東大の上野研究室を湾の上に引っ越しいたしました。でブログやツイッターも始め、このように iPad も駆使しております。で、昨年は湾にとって大きな飛躍の年でした。東京オフィスと名古屋オフィスを開設し、全国展開の基礎固めをいたしました。昨年から今年にかけて大きな展開がありました。新しいプロジェクトをいくつか皆様にご紹介したいと思います。ブックトークでは日本のフェミニズム全12巻の完結を記念して、8人の変者の皆さん方を総動員して全国の女性センターを北から南まで副理事長の渋谷さんと走り回りました。地方での反応は大変手応えがあり、しかも若い方が来てくださってフェミニズムのバトンタッチの実感を強くいたしました。上野ゼミもネット配信をして順調に進んでおります。お気づきになったと思いますが、ブックトークも上野ゼミもライブ配信やネット配信をやっておりますし、あの新しいニュースコンテンツ、福島の女たちの経産省前の抗議集会の模様など他のメディアでは決して報道してくれないオリジナルのニュースコンテンツをワンから発信すべく、ボイスワン、V1 が、頑張っています。で、ここではあの技術研修を伴う人材育成を今、図っておりますので、皆様方の中から、自分もやってみようと思う方がいらっしゃったらぜひとも応募してください。それからマーケットプレイスワンが、新規開設いたしました。皆さん方のお近くでおすすめしたいグッズがございましたらどうぞお申し出ください。シネマワンもアートギャラリーワンも新しい人材を得て次々に面白い展開をしております。それに英語ページができたことにお気づきでしょうか。これまでワンサイトは全て日本語で英語圏の検索には引っかからない。ぜひとも英語圏のウェブサイトにプレゼンスを持ちたいというのはワンの悲願でした。10人の英語の得意な女たちがチームを組んで、ワールドワイドワン、英語というだけではなくて英語を通じて世界にワンをつなぎたいという思いでスタートいたしました。どうぞこれもご覧ください。それにヘルプワン、お助けワンでは、今心理相談のほかに法律相談、キャリア相談も始めました。で、ブックストアワンも、新しいコンテンツを次々とアップしておりますし、女と政治をつなぐ P1、これも毎日のように女のニュースを更新しています。今年の大きな計画を皆さん方にご紹介したいと思います。それはドキュメントワンこと女のミニコミを電子アーカイブ化するというプロジェクトです。このままでは散逸しかねない女のミニコミを今のうちに、ワンの上にウェブ上の電子アーカイブを作りたい、その思いで今 D1 が走り始めました。近いうちに案内を出しますので、どうぞ皆様のご協力をお願いいたします。これだけの作業を全て 100% ボランティアの力で担っています。驚くべきことです。どうぞ皆さんも情報の受信者だけではなくて発信者になっていただきたい。そうやってワンに参加してワンを一緒に作っていっていただきたいと思います。最後に今年の総会とシンポジウムのご案内を申し上げます。今年は関西から所を移して東京で
ワンの総会と記念新報5月13日東京大学で開催いたします。テーマは女の経験を記憶し記録する、ミニコミプリントメディアからウェブへという、ワンにふさわしいテーマです。どうぞ5月13日皆さん方の手帳に書いておいてくださいね。では5月13日東京大学でお会いいたしましょう。